ダンビル駅はアメリカ合衆国バージニア州ダンビルクラヘッドストリート677にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れているダンビル駅はサザン鉄道の駅として1899年に完成した1915年先造により線路が北東に約40メートルを移動することが必要となり駅舎は ラバや切り株の引き手を使用しエイヤ工事を施行した。1922年に火災により焼け、壁から内側の内装を簡素化して再建し、中央塔が復元されなかった。1993年にダンビル氏が当駅を購入し、1995年に国家歴史登録財に登録された。市民リーダーたちは、 歴史的な鉄道駅や周辺エリアを改修するために1995年に連邦政府の総合陸上輸送効率化法の資金を求めた。アムトラック、ペプシコーラ、バージニア州運輸省や他の民間事業者との提携により、ダンビル市は公共市場、円形劇場、駅舎内の科学センター、コミュニティ会議やレクリエーション施設と公園交通センターを建設できた。 駅の改装は1996年に完成した。アムトラックの停車する列車は下記の通り。当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。